はい、ごきげんよう、俺です。今日はこのエンバー、テンパでメガネのおっさんが主人公なんかな、これは。こちらのゲームをね、一緒に遊ぼうっつって誘われたんでやろうと思ったんですけど、シングルプレイしかないってことで、どういうことか説明してもらおうかな。はい、こちらのエンバーなんですが、消防士になって人命救助をしつつ、火事場泥棒もしたりして、うん、お金を稼ぐというゲームになってます。なんかちょっとありそうな詐欺の会社やん。で、ちなみにですね、お金を稼いで装備とかをアップグレードできるんですけど、うん、お金の稼ぎ方、消火活動とか、あの火事泥棒とかの他に、うん、なんかエンバーイーツっていうご飯を宅配する仕事と、ガス会社の社員になってクレームを処理するみたいな、その、まあ、ミニゲームっていうんですかね、別の方法でお金を稼ぐことができるんで、これ最大4人でできる楽しいゲームなんで、ぜひ一緒にと思ったんですけど、まずですね、シングルプレイでチュートリアルをやったらマルチができるんですね。なので、うん、一緒にチュートリアルやりましょう。一緒にっつうか、チュートリアル終わった人が今上から目線で早くやれよっていう感じのやつだ。消火活動、みんなできるのかな。チュートリアル始まるよ。そういうゲームか、わかったわかった、やるけど、これ俺最初パッと見た時さ、はい、これ斧持ってるやん、このおっちゃんかな、はい、おばちゃんかな、消火斧ですね、消火斧。あ、消火斧な、はい。で、なんか人担いでるから助けてんだよね、これね。そうです、そうです。これただの人さらいかと思って。サイコパスじゃないですか。めっちゃ悪党やん、なんか。そっか、だからな、大手の詐欺組織の話ですね、これは。やっていきたいと思います。はい。あ、これ、エンバーキャリアフェアっていう、あ、ここをやるのか。まずこれですね、はい。他はあかんと、これが、はい、ランクなんかな、だんだん、ね、数字が。だんだんちょっとね、もう上がってったら、お金もチャリンチャリン入るんですかね。よし、チュートリアルミッション。はーい。訓練施設に行って、新しい技術を身につけると。うん。Hey! Can I interest you in the future of firefighting?操作な。はい、操作ですね。はい、OK でーす。はーい。Welcome to the Ember Career Fair, where you can start your journey to become an Ember responder. Once you've had a look around, head to the Ember training center to test your metal. さあ、この辺りを見たら、奥の施設にあるエンバー施設に行ってみてください。おーい。おーい。あー、はい、ダッシュダッシュ。ジャンプ。道具の切り替え。テクニシャンが今休憩に入っちゃってるんで、うん、今携帯に切り替えてるんで、うん、これでテクニシャンの人を見つけてみてください。 RB で道具切り替えます。これやろう、はい、はい。テクニシャン、テクニシャンどこにいるんだ。え、こっちで探すの。話聞いてなかったな、俺。そのカメラにして、お前か。あ、これでーす。ヘルプってなってますね。はい、ドアの近くのコントロールパネルまで運んでください。こっち来い。やっぱこれ人さらいゲームやんな。待って、投げるやって。あー、なるほど。拾う。ですね、多分私やってないから分かんないですけど、もしかしたらこのクライアントが死んでしまったらお金が減るかもしれません。なるほど。はい、さあ、張り切っていきましょう。消火活動でーす。水を放出、はいはいはい。おお。ジャブジャブ使って、こうやってね、消防士は上からやっぱ水をかけて、ゲームだからね、直にかけてください。道を切り開いてください。よしよし。はい、あ、そこ水なくなったと思うんで、こんなたまる水、ごくごく。ごく、はい、ごくごく。ちなみに左下のところに、あのライフと水のメーターがあるんで、うんうんうん、はい。さあ、2階に来ました。斧ですね。うん、開けたらええやんけ。超カウムで開けましょう。さあ、これちょっと危ない、いっちゃダメ、いっちゃダメ。これ見てください、明らかに電気が。どこかにスイッチがあるはずです。絶対これやん。
はい、はい、安全。こういうのもしかしたら盗めるんかな、いずれ。はい、電気の力で突破しましょう。あの扉を開けるには通電させる必要があるんですけど、それ違いますね。まず多分スイッチあると思うんで、はい、であそこ止まってるから水の力で通電させてください。これ？そうです、ジャボッと左にジャバッと、はい、通電。そんなことできる？はい、ドア開きました。お家を入れとくし、はい、電気がスイッチ切らないと。何？なんでダメージ食らうんだ？炎です、炎。嫉妬し。それダメ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 、スイッチ来てない、スイッチ来てない。嫉妬し。大丈夫かな。はい、ガスですね、あれはどう見ても。ガス入ったら多分ダメージを負うんで、何かしらの装置でなんか押せ、うん、で、換気。オッケー、切ってもいいんかな。もうガスなくなったからいいんじゃないですか。ドアぐらい普通に開けろ。飲み込み早いですよ。これ絶対盗めるやつだ、いずれ。かわいい。やめて、やめて、やめてください。はい、換気扇がないときはドアを割って空気逃がしてあげてください。そんな。ささささ。俺も座れるやろ、そしたら。ここダメっぽいですね。あ、あ。チュートリアルですからね、矢印で。あ、おじさんが。この人はクライアントです。拾って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 、下下下に落として、レスキューゾーン、レスキューゾーン。これ円捨てて、黄色いところ、黄色いところ。あ、あ、ドクロになった。よし、救助行こう。はい、これね、ちょっとあの間違いそうなんですけど、放水ボタンと一緒です。あ、あるはい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 、どこまで行けばいいんだ。ここ、はい、登って、 Don't forget your ladder ってなんやねん。あ、ここもはしごいるやんけ。なんで今のはしご拾って、はい、拾って、そこにかけると、もうもうすっかり消防士になりましたね。さっきのおっさんは事故や。あのクライアントがお金くれるんですよ、最終的に。さあ、これ邪魔なんで掴んでポイって、まあ壊してもいいですけど。さあ、最上階に到着しました。トランポリンを下に落として、まあ、あ、土じゃないです、建物の外、その下ですね。いい感じに落として、はい、でそこにジャンプ、ジャンプ言ってくれんのんけ。アンキャンフライ、イエーイ。3週間後、あのおっさんは生き返ったやろ。さあ、その燃えてるゴミの火を消す、はい、どっか燃えてる。 あれっすね、やったね。はい、マックス、評価マックス。はい、で、これでお金とかをもらってたり、まぁ、あ、ちょっと泥棒したりとかして装備を整えていくと。あのクライアントの命は別に金銭関係なかったってことな。そうですね、でも多分殺さない方がいい。お見事、よくやったね。はい、ということで、これでチュートリアルおしまいです。最後ま
までご視聴ありがとうございました。あれあれ、まだチャンネル登録してない人いるのかな。まだの人はポチッとワンクリックよろしくお願いします。登録するといいことあるかもね。